知って得する UL ティップス。あなたがピンチの時、はい、命救っちゃう。面白い面白い面白い。緊急時に、緊急時の話だもんね。緊急時の話、完全にって機能してる。こんにちは。こんにちは。ムーンライトギアチャンネル、久しぶりに。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。小峰さんとマンツー収録。マンツーも久しぶりなんじゃないですか。マンツー久しぶりですよ。でマンツー系ってなんか2人で緊急発表とかさ、まあ、最近やってねえなって思いまして、今日はやりたいっつって、はいはい、久しぶり撮ろうよっつってやります、ね、今日の企画はもうだって千代田さんがもうやりたいっていう話だから、もうね、行っていいですか。行ってください、お願いします。知って得する UL ティップス、はいはいはい、知って得する UL ティップスシリーズだしと、シリーズですよ。ロールトップやらせてもらって、うん、その第2回目なんですけど、はい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 、みんな持ってるものを使って、うん、今日は目から鱗のえっきっと言ってくれるはずのティップス持ってきたんで、期待してもらえればと思うんですけど、めちゃくちゃ期待してます、はい。まあでも前回のロールトップも、なんだろう、あのすごい評判良かったからね。そうだね、うん、ウルトラライト系の YouTuber として僕らいるわけですけど、うん、やっぱ皆さんあの得する情報とか、うん、これは知っときたいなみたいなことにやっぱ興味があるなと思うんですよ、うん、まあね、そこがなんかウルトラライトの醍醐味でもあるしね、あの一石二鳥とかさ、一石三鳥的なさ、そうです、ね、そういうものがね、自分たちとしてもずっとこう提案させてもらってきたものでもあるからね。です。で、それで言うと一石二鳥どころか、はい、今回のティップス、はい、あなたがピンチの時、はい、命救っちゃいますから。一石分かんないけど、なんだ、命だから、そうだ、ね、一石百兆ぐらいあるってことかな。うん、一石百兆の、はい、あの UL ティップス今日は伝えたいなと思います、はい、で、主役になるやつが今僕手に持ってるんですけど、はい、自分こちらです。ほい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 、みんな持ってるレスキューバグ、はいはいはい、はい、あの、おなじみですよ。ムーンライトギアチャンネルね、ずっと見てくれてる方にはもうご存知のね、うん、あの空前の大ヒットを、そうですそうです、したね、あの吉谷さんがあの校内にも聞くよっていう問題作、あれで、でも本当にあれさ、全国でちょっとブレイクしたしたね、はい、そんな、で実際聞くからね。そうなんだ、俺もだし、今収録日が7月もう入ってなんですけど、うん、あの勘も出てきたんで、ね、うん、やっぱ登場回数が増えてきた、そうだ、ね、タイミングに使えるって言います、うん、はい、あのこれを持ってる方、命助かりますってことで。そういうティップスを。何それ、超気になるんだけど、マジで。どう命に関わってくるのか、これが。じゃ、もう言っちゃいます？はい。もうとりあえず、このレスキューバームが素晴らしさっていうのは今までもね。まあそう、そこはもう、隣に切って、あの、この前回のやつとかも押せとくから、ね、まあ見てもらいたいし。日焼けにも、そう、まあ、虫刺されにも、そうそうそう、擦り傷にも、何でも。ね。うん。万能、万能、虫よけにもいいとか、ケロとか、あの辺も言ってし ね、 あ、 ね、あのバーム系はなんかね、うん、言ってたし、そうなんですよ。だこの、登場回数が多くなるこのタイミングにやりたいですけど、うんうん、じゃあ言いますね、うん、はい、お願いします。今回のティップス、はい、レスキューバームを使うと、はい、着火剤作れます。ででんでウルトラライトっぽい。ウルトラライトティップス、着火剤、着火剤、ウッドストーブとしても使えるし、うん、このレスキューバームを使う量を増やせば、うん、下手すりゃちょっとした、うん、あの簡単な火種っていうか、うん、アルコールストーブとかの代わりとして、はい、あの使えます。面白い面白い面白い。じゃあ紹介していきますけど、はい、用意するのはこの女性がよく持ってるあコットンパフっていうか、はい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 、うん、なんか綿みたいなやつかな。そう、綿みたいな、はいはい、これね、そうです、これ、このコットンパフと、はい、このレスキューバームを使って、はい、着火剤作りたいと思います。ちょっと外でやりますか。早速外で、はい、はい、お願いします。きましょう、はい、じゃあ早速やってみたいと思うんですけど、はいはい、このさっき言ったコットン、このコットンワッフルに、うん、もう超簡単です。このレスキューバームを、はい、まあこんな感じで、もうあったかいんで、ああ、はいはいはい、夏だし、夏だし、これをこういった形で
普通に塗り込んでまぶしていくんですね。こういう感じで広げていって、はいはい、よいしょ、こんな感じ。ちょっとなんていうんですか、高級な着火剤にはなってしまう、ね、そうなんです。あのね、これってまあやり方で言うと、うん、ワセリンを使った着火ってやり方なんですよ。だからレスキューバームって超高級ワセリンなんで、はいはいはい、まあこれは結構、でもこれ緊急時に、緊急時の話だね。緊急時の話だから、そのエイドキットにレスキューバームがあって、うん、このコットンワッフルさえ入れておけば、うん、いつでも簡単に火が起こせますよっていう、そういうことだよね。こういうことですね。なんかこう近くにこういう燃やせるようなものがなくて、焚き付けの時に、うん、天気が悪いとか、ちょっと湿気がすごくあるとか、うん、周りにこう、そうだね、いい燃えるような材料がなかったか着火って結構大変だから。大変なんですよ、本当に雨の後とか ね。なんかアルコールをそれでボン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 使っちゃったりとかして、うわ、アルコールなくなっちゃったよみたいなことも起きるからね。起きます、起きます。そういう燃料の無駄遣いをしないっていう意味でも、うん、これで着火させようぜっていう話ですよね。はい、そういうことですね。でこれをですね、普通にこういった形で入れていくんですよ。はいはいはい、これだ、このまま。おお、ついてるついてる。お、早い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 。こんな感じで。へえ。でまあ今これやってるごとくっていうのは、うん、いわゆるクッカー乗っけるあれなんですけど、うんうん、おすげえ。そのまま行ったの。まあこの状態で、うん、枝があれば。っていう感じで言うと、あ、しかも結構ずっと燃えるじゃん。そうなんですよ、結構燃えるんですよ、こういった感じで。これは完全に着火剤として機能してますよ。そうなんですよ。あ、もう全然燃えてるね、ずっと。そう、こう手の上にペトーって、うん、乗るぐらいのやつを2回ぐらい塗り塗った感じなんですけど、まあ具合で言うと多分 2g とかそれぐらいなのかなと思うんですけど、普通にこういった感じで、もう全然まだまだついてる。そうそう、こんな感じで。雨の時とかね、本当に枝が枯れてたり、木の皮とかを火種に変える時があるけど、全てが湿気があるとさ。ね、それさえも全然燃えが悪かったりするからね。できないんですけど、まあ、エイドキットのとこに、うん、もうすでにこのレスキューバームがある人。で、このレスキューバームをいい感じにこう繊維の中に絡ませることができる素材のものを入れておけば、うん、こういう感じで。いや、もうすごい。そう。すごい、もう完璧に一発着火じゃん。一発着火。早っ。そう。え、これすごいじゃん。そうなの。ほんとだわ。完全に着火剤として機能してる。そうなんですよ。で、これ、このティップスって、はい、サバイバルの技術の一つなんですよね。はい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 。着火剤ってそれなりに高いじゃないですか。高い。高い。高いから、もう自作してる人もいるんですよ。ワセリンを、うん、コットンワッフルに。なんかお湯で煮たして、うん、もっとこうしんなりさせて、うん、コットンボールにまんべんなくワセリンを乗せるティップスとか、うん、まあそれ自体がだからティップスだけど、それも多分知らない人も多いと思うよ。そうか。だから結構それも含めて、うん、まあワセリンでやってもいいし、そのワセリンが代わりでレスキューバームでできちゃうよっていうティップスだもんね。そうそうそう。その1個上行ったティップスですね。だってワセリン持ってくより僕ら界隈というか、オンラインテキアチャンネルで山行ってる人って、うん、こっちがエイドキットに入ってる。いや、もう間違いない。それはエイドキットに絶対入れてるよ、もう俺も。みんな信頼してる万能軟膏なんで。確かに。はい、あ。だからそれを使ったやり方ってこと。すごい。そうなんですよ。いや、これは、命救えたっすかね。これ、本当にこう、火がってなってるときは、火が欲しいってなってるときは、もう命救いますね、これ完全に。そうそうそう。なんか、まあ、普通に友達に話すネタとしても面白いと思うんですけど、うん、まあ、一つの保険としてリアルに使える、うん、これやってみたらいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃいいティップスです。ありがとうございます。はい、じゃあもう今日はサクッと。サクッとこんな感じで。じゃあまたちょっと違うティップス定期的にやっていきましょう。そうですね。うん。じゃあまた声かけるわ。あ、わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。